エンジンは、トヨタ自動車の水冷直列4気筒ガソリンエンジンの系列である。T 型の後継機種として、主にカローラ、スプリンター系といった B セグメント車、カリーナ、コロナ系といった C セグメント車に搭載されていた。1AU、2AU2 代メターセルに搭載の2アンテア型エンジン2 l 3 u 3 a U3A 型エンジン 3AF3ASU。 3 l 4 a c 4 a l c 4 a l 4AL4AF4AFE2 代目。ジオプリズム用 4AFE 型エンジン 4AFE。4 a g e 4 a g ル、l 4 a g e 7代目カリーナ用。4AG 型エンジン 4A がある 1A。3A と同じ 1.5L クラスであるが、ボアの拡大で、排気量が、わずかに増えている。5AF5AFE8 代目カローラセダン用 AFE 型エンジン 5AFE6AF 海外向け 7AFE7AFE8AFE 海外向けただしディーゼルエンジンを含めた場合では L 型エンジンが初となるただし各種補修用アッシー部品としての製造は2021年現在も継続中であるため国内国外を問わず当該エンジン自体の製造が終了したわけではないありがとうございます